日産 VK エンジンとは、日産自動車の V 型8気筒ガソリンエンジンの系列である VH エンジンの後継として、日産初の V 型8気筒、直接噴射式エンジンである VK45DD が2001年に、回50型シーマのフルモデルチェンジと同時に登場した。2003年8月には、シーマのマイナーチェンジで燃料供給方式をポート噴射式とした。 v k 4 5デが搭載され、v k 4 5 t d は廃止となった。同年10月、PGF50 型プレジデントに v k 4 5デを搭載。2005年8月、Y50 型フーガに 333PS 仕様の v k 4 5デを搭載。自主規制撤廃後、日産のエンジンでは初めて 280PS を超えた。また、v k 4 5デをスケールアップした。 VK56 では日本国外で販売されている SUV やピックアップトラックに搭載されている搭載車種、編集 VK45DD はシリンダーブロックこそ旧型の4.1リットル V 型8気筒ユニットの発展型ではあるが直噴システムは同社の2.0リットル直噴ユニット QR20DD と同じタイプを用いておりまた シリンダーヘッドの構造野球排気ポートの形状などを V6 の V9 シリーズとモジュール化して開発や生産のコストを引き下げている。従来品より40%も軽いというチタン、合金制球排気バルブや軽量タイプのピストンなど運動系の部品の軽量化を徹底したことと修道部のクリアランスを縮小したことで高い静粛性と燃費の向上が図られたという。 特に静粛性については、旧型の4.1リットル V 型8気筒に比べ、50から70%も向上している。VK45 で搭載車種、編集モータースポーツでの使用例が目立つのが、本形式の特徴で、2007年から2009年に、かけて2008年にボアストローク量を見直した上で、スーパー GT で使用されたほか、2011年からは、 ルマン24時間レースの LMP2 クラス向けに、ニスモーザイテック経由で、エンジン単体の供給を行う、またマザーシャシーのエンジンもこれと見られている。VK50V 搭載車種、編集2015年より、FIA 世界耐久選手権に新設された、LMP3 クラスにおいて、本エンジンが、ワンメイクエンジンとして採用されている。LMP3 用エンジンは、 出力が約 420PS で、メンテナンスはオレカが担当する。VK56 で搭載車種、編集、日産、VK56VD を参照。ありがとうございます。